と待ってたんですね。そしてチャップリンはポーレットピエンヌモノへの変容シミュレーション。どんな映画ですか？映画は誰にでも作れる。あなたにも面白い映画が作れる。映画作ろう。は？私の今週の映画占いと、はい、衣笠さんくんの、映画制作の教科書の課外授業と、はい、長峰秀樹のシネマトークパラダイス、はい、で盛りだくさんの30分でお送りします。これずっと抜けてましたね。今急に思い出すんだもんな。もうなくなったのかとちょっと安心してたんだこの何週間か。ねえ、もういろいろ起こります番組の中で。ねえ、いや生放送じゃないんだけど。なんか今ちょっと睨まれた気がするんだけど、俺のせいじゃないよなと思いつつ。まあ3人が3人ともね、やっぱりこれだけに関わってないからね、うん、やっぱりいろんなのやってるからもう頭ごっちゃになるんですよね。構成考えたりね、演出考えたりしながらね。なるんですよね。もうすいません、この番組はその長峰さんという大番頭さんでないとというの番組でございます。そう言っとけばいいってことですよ。いや、本当に長峰さんいなかったらやばかったなと思ってて、いつもちゃんと戻してくれるという、脱線するこのデコボココンビたちは。ちゃんとなんか園長さんみたいな感じ。園長さん、いや、まあ、あんまり年いてないけど、そんだけ。いや、あと今日のメニューをどうぞ。あ、はい、はい、出ましたよ、今日13番死神のお告げを告げます。うわー。はい、私の、あの課外授業のコーナーですけれども、映画作るのに一番大事なことかもしれません、あの撮影前にこの3つさえ揃ってれば映画は撮れるというこの3つをお教えします。これ忘れないでいると一生映画撮れますから。はい、あとなんかね、新しい今日の楽しみですね、ゲスト。あ、そうか、今日は新しいゲストさんが来るの。色っぽいんですよ、これがねえ、なんか期待大ですよ、な見てるとね。ねえ、もう責任重大ですよ。なんか意地悪やって言いました今。そんな全くないよ。なんかすげえハードル上げたなと思って。なんでですか。なんかこの番組を使ってあの人をなんか追放しようとか。違いますよ、本当に一挙に引きずり下ろそうっていう、ね、恐ろしいな。いやでも楽しい人なんで、みんなってあのいろいろこれからもよろしくですというゲストが来ますので、よかった、はい、楽しみですね。はい、シネマトークパラダイスです。まあ、先週で終わろうということだったんですけども、チャップリンの表舞台とその裏側のちょっと悲しいところですよね、はい、これ殺人教時代という映画を通してお話しさせていただきます。はい、はい、それでは参りましょうか。はい、はい、じゃあ用意スタート。ご機嫌いかがですか、長峰秀樹です。シネマトークパラダイス、この時間がやってまいりました。チャップリンのですねお話をですね、もうあの先週で終わろうと思ったんですけど、ちょっとねやっぱ長い話になるんですよね。僕の頭の中ではもう大体7分くらいで終わる予定だったんですけども、ちょっと結末が言えなくて、あの先週に引き続きですね、この殺人狂時代、1947年戦後にチャップリンが作ったこの映画、そしてですねこの舞台裏であるこの醜い女性スキャンダルと、この戦争に対しての怒りで、チャップリンがですねこのアメリカを追放するまで、この話のですね結末のお話をさせていただきたいと思います。それからもう一つ、先週の前半でお話ししましたチャップリンの前の奥さんであるポーレット・ゴダート、モダンタイムス独裁者でですね、チャップリンの協力者として、あの共にこの社会とこの戦争とに戦いを挑んだこの夫人であるわけなんですね。でこの殺人狂時代のですねこの制作をする直前でですね、チャップリンがまたもや女性スキャンダルを起こしてしまうんですね。またこれ駆け出しの女優なんです。ジョーン・バリーというですねあんまり魅力的な女優とは思えないんですけども、結局この女性にですね手をつけてしまったんですね。当時はですねもうすでに最後まで、ご婦人としてチャップリンを見とる夫人のこのオーナー・オニールさん、オーナー・チャップリンさんをですねと恋愛中だったんですけど、結局こっちの方にこう手をつけてしまうということになりまして、またですね妊娠を
告げられるわけなんですね。チャップリンはね、もうあの以前のキッドの時期のこのミルドレッド・ハリスの時にですね、あれが嘘や、妊娠が嘘やというね被害に遭ってますから、こんなも嘘だろうということで、ところがですね、これまた訴訟を起こされるわけなんですね。でですね、あの当時は DNA 関係鑑定というのはないんですけども、生まれた子供がですねチャップリンの子供じゃなかったということがですね裁判で公表されたわけなんですね。チャップリンね、よかったってね胸を撫で下ろすんですね。ところがですね、その裁判の陪審員全て女性だったんです。チャップリンの子供っていうのはではなかったけれども、肉体的な関係を持ったということを重視しましてね、チャップリンにこの生まれた子供の養育費を出せ、こんなバカなことをね結論付けたわけなんです。そういう判決が出たわけなんですね。そんな形でですね、この裁判ではですね、この女性に対してチャップリン、お前どれだけこの厳しいことをやってるんだっていうことをですね糾弾された。その体験がですね、実はこの殺人狂時代の場面にも影響されてるわけなんです。この映画というのは、先週からお話ししましたようにですね、この未亡人を絞め殺してですね、それを金にしてですね、生きたその家族をそれで養わしていたというね、実際 の, あのアンドリューというフランスの殺人鬼がモデルになっています。それをチャップリンがアンリー・ベルドゥという役柄で演じてるわけなんですけども、その裁判の時のですねチャップリンの表情、その陪審にですね、告げられた時のその厳しい、言葉を言われている時のチャップリンの顔、これがですね、結局はあのこのジョン・バリーのこの、あの女性スキャンダルの時に体で感じたチャップリンの表情に影響されているわけなんですね。まあそういった意味でですね、もうなんとも挑発的な役でもあるわけなんです。この映画でですね、アメリカではですね、上映禁止ということでですね、まあ、赤の映画だということでですね、上映しているですね、映画館にですね、横やりを国家アメリカは入れるんですね。で、触れ上がったその支配人がですね、もううちではもう殺人狂時代は上映しませんということで打ち切りになったんです。チャップリンのこの制作、まあ、チャップリンスタジオがですね、彼が若い頃から作ってですね、その殺人狂時代に至るまでですね、要するに赤字を出した。スタジオで閉めなければならないという状況にチャップリンはなってしまったわけなんですね。まあそういう狙いもアメリカ国家はあったんでしょう。そういう時にチャップリンは一本の映画を再映リバイバルします。それがあの盲目の花より娘に恋をした放浪紳士チャップリンの悲しくも感動的な映画街の日だったんですね。この街の日にですね、このかつてのチャップリンのファンたちが仕掛けましてですね、改めてこの映画に拍手を送ったわけなんですね。チャップリンはアメリカの嫌われ者と言ったけれども、チャップリンファンにとってはいつまでも英雄だったわけなんです。やがてですね、この非米調査活動の委員会、アメリカ国家はですね、チャップリンをですね追放するということで、彼がもしですね、アメリカに戻ってきたときはですね、容赦なく射殺するぞと、射殺命令まで危険人物としてチャップリンを示したわけなんです。チャップリンはですね、その後スイスのジュネーブに住んだわけなんですね。そこでですね、もう本当に愛したアメリカともう永遠の別れを告げなければならない、こういう状況になった時にですね、1972年、ちょうどこのアメリカがベトナム戦争の泥沼化した時にですね、国民はですね、かつてチャップリンをですね意思を持って追放したアメリカがですね、ようやくチャップリンのこの戦争批判の意味というのが分かったんですね。チャップリンさん戻ってきてくださいということで、このですアカデミー栄誉賞をですね受賞ということで、ウォルター・マスト、ジャック・レモンがですね、もう映画界、この国家にですね働きかけてですね、ついにチャップリンは20年ぶりにアメリカの土を踏むことになってあったわけなんです。1972年、もうチャップリンはですね、もう本当年いって、もうかなり大きな太った体でですね、飛行機を降りた時にですね、このアメリカの国民は言いました。チャップリン本当に生きててよかった。もしあのままスイスで死んでたら、僕たちはずっと自分たちを責め続けなければならなかった。よく生きてた、よかったってね。そのですね、チャップリンをですね、先頭で迎えたのが前夫人のポーレット・ゴダードだったんです。
ポーレット・ゴダーズはチャップリンがアメリカに帰ってくることをずっと待ってたんですね。そしてチャップリンはポーレットのですね、その顔を見た時にですね、ついに泣き出してしまったんですね。かつてモダンタイムス独裁者でですね、社会に向けて、そのまあ皮肉った社会に向けてですね、あの糾弾し続けた戦う女ポーレット・ゴダーズとアメリカで再会できたチャップリンは本当に感慨深い思いになったんでしょう。まあ、そういったことでですね、まあ、非常に単純な言い方なんですけども、正義は必ず報われる、これをですね、チャップリンの人生で僕は非常に感じることができるわけなんですね。チャップリン映画っていうのを本当に見るとですね、大変ですね、胸が熱くなるわけなんです。で最後にこの殺人狂時代がですね、1947年、昭和52年に公開された、その年にチャップリンは追放されたわけなんですね。アメリカでも各国でもですね、この殺人狂時代は悪評を罵られました。だけれども日本だけがですね、なんとその年のキネマ旬報外国語映画賞のベストワンにこの映画を投票したわけなんですよ。その年はですね、あの第三の男、天井桟敷の人々、こういったですね、この欧米諸国ハリウッドで作られた映画がですね、ベスト10の中に入ってるわけなんですね。まあ、今ではですね、これらの映画というのはですね、この傑作名作として引き合いに出される映画です。そのベスト1に殺人狂時代が選ばれたわけなんです。その日本人の思いというのは、二度とあの戦争で苦しみ思いをしたくない、このチャップリンのですね、その勇気に参戦したのではないかと思います。今日までですね、このチャールズ・スペンサー・チャップリンのお話をさせていただきました。明日からですね、およそ3日間、これ4日間になるかも分かりませんけど、3日間ですね、また俳優が続きますけれど、なんとですね、日本の丹波哲郎さんのお話をですね、させていただきたいと思います。本日チャップリンの映画をお話をさせていただきました。ありがとうございました。レイコの今週の映画占いです。今週は13番、死神、このカードをテーマにして占いをしていきたいと思います。死神のカードはですね、カードの名前の通り死を表したり変容、そして別れを表したりします。ただ死神の死っていうのは単なる終わりではなくって、肉体を超えた意識をこの死神の持つ釜によって、腐敗することによって、新しい命の再生、永遠の再生へのプロセスを表します。ですので今は絶望かもしれないけれど、その後につく高い次元のもの、もう一つ高い次元のものへの変容を示します。なので死神は特に怖いカードではありません、これはまた未知のものを表したりもします。未知の次元のものですから、占いだとか精神世界だとか、ちょっとこの世ではないもの、あと旅行だったら、国内とかじゃなくって遠い国だとか、現実日常ではないような世界、神秘的なもの、そういうものを示したりもします。新しい人生を迎えるためのプロセス。それではあなたが何かを切り捨てた後にどんな新しい人生が待っているか、それを占ってみましょう。あなたが今手放せないもの、手放さなきゃいけないんだけど手放せないでいるもの、それを手放した先にはどんな未来が待っているのか、それを占ってみます。では見ていきますね。ですね、それを失うのはとっても怖い、怖いなって怖がっているあなたの心がありますね、けれどもそれはもう元には戻らないものなんですよっていう風に、ジャッジメントのカードが言ってますね、それよりも新しい未来に目を向けてみませんか。なぜなら新しい未来には、
子孫繁栄のカードが出ています。とっても物質的にも豊かになる、そして欲しいものが手に入る、例えば広い庭に囲まれた幸せな家庭のような、そんな心が休まるプライベート空間がイメージされていますよ。あなたが今いらないものを切り捨てた後にはとても幸せな未来が待っています。ただそこに行き着くためには、ただ一つの勇気、一つのやる気、本能的な行動力、そういうものが必要です。ちょっとの行動力です。誰にでもできることです。勇気を出して難しいことを考えずに一歩踏み出してみましょう。神様は見守っています。次のステージに行く時ですよ。そんなメッセージが出ました。このカードはあなたがこの番組を見た時から、3ヶ月から6ヶ月ぐらいの期間の運勢を表します。さあ人生に変容をもたらしましょう。13番死神のメッセージでした。でこの今週の映画占いでした。はい、始まりました私のコーナーでございます。これ、はい、初めてのゲストの方です。突然で、そうですね、大体この番組突然でございますから、はい、今日に限って私化粧してないんですけど大丈夫なんでしょうか、これ耐えれるんでしょうか皆さん。編集の時になんかグレーディングしますね。なんかしてくれますし、ちょっとシャーッとシャーッと、肌を美しくする気とか。ありがとうございます。最近はね、デジタル技術はなんかいろいろそういうのがあるので、はい、なんかあの辺で女性陣が喜んでる、女性スタッフが喜んでる、あれはあやばい、楽しみにしてます。うまくいけばいい。シワを取って、ちょっとたるみ取って、よろしくお願いします。たるみ取るんですか。たるみもちょっと気になるんでね、最近ね。そのうち顔を細くしてとかいろいろ言われます。いいですね、やめてくださいよ。だんだんいじめられて、やばい、主導権は私持つ。これで、ね、もう今日は長いな。いやですけど、面白い、時間はすぐ経つ。いつもね、ゲストまあ自己紹介から始めて、はい、軽く、お名前とぐらいでいいと思います、はい、お名前ですね、はい、はい、皆様おかみちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくです。はい、はい、いつもコアで生徒さんでございます、はい、で、このコーナーの名物がありまして、最初に私映画制作の教科書のって言ったら課外授業というタイトルコールをお願いします。課外授業、はい、前回も言いましたけど、課外授業はできるだけセクシーに。あ、セクシーに、はい、イタリア映画の課外授業ってもう分かりますよね。お任せください、はい、頑張ります。お姉様と思ってください。はい、はい、今日もその映画見てきちゃったんで、はい、では行きましょう。どんな映画ですか。え、知りません、イタリア映画の課外授業。課外授業知りませんでした。勉強します。はい、少年お姉様が導くお話でございます。はい、大体辺のイタリア映画分かりますよね。はい、ではタイトルコールいきます。映画制作の教科書の課外授業いかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回はなんか良かったですよね。あ、もう2分か。もうスタッフにもう文句言われ始めた。頑張ってください。声待て。頑張ってください。今日はそうですね、実はこれ一番大事なことをやらなきゃいけないんですが、2分もこう大変やってしまった。撮影するときにね、絶対必要な3つのことがあります。それ前々回にちょっと言ったんですけど、これ3つのことをちょっと待って、一番大事なことなんでこれ言っときます。映画撮影するときに何が必要か、みんな前日になって今日も生徒が明日クランクインなんで今日も青くなってたんですけどもね、なんか何にも決まってない気がするとか言ってたんですけど、撮影するのに絶対必要なことが3つあります。これさえ揃って、逆に言うとこれさえ揃ってば撮影できます。大丈夫です。はい、この3つってのは何か。まず一番目が人です。これは出てもらう人、それからスタッフのことですよね、はい、それから2番目、これ撮影する場所のことです、はい、
道で撮影するのか公園で撮影するのか家で撮影するのか、いろんな場所があります。この場所が決まってないとあの撮影できません、そもそも、うん、どっかで撮るっていうのが一番やばいです。時々クライアントさんそんなことをやる人がいてやばいとか思いながらあの話するんですけど、ね、で3番目が今度は、まあ簡単に言うとカメラですよね。まあ言ってしまえば撮影機材でございます。機械がいると。映画っていうのは何かっていうとメディアとかいう言い方もあるんですけど、まあ端的に言うと機械が映画の機械なんで、はい、これが映画の本質ですね。で機械がないともちろんカメラないと映画撮れませんよね。はいはい。でこの3つさえ揃っていれば逆に言うと撮れますから大丈夫でございます。はい。そうですね。どうしましたか、どうしましたか。いつもタイマーをこれねかけてね自分で時間計ってるんですけどね、今日は ありがとうございます、4分でございます。すっげえ渋い顔された、今スタッフにむっちゃ渋い顔された。まあいいや。それでと、じゃあこの人っていうのはあのキャストとスタッフなんですけれども、そのキャストとスタッフちゃんと当日のその場所にその時間に来れるかどうかですよね。はい、それ確認しておきましょう。それから、場所はどこで撮るのかはっきりしてるのか。で場所っていうのはあの実はねカメラ担いで撮影舞台が動くと、カメラって機械が結構量が多くなったりするので、どんどん大掛かりな綺麗な映画になればなるほど、美しい絵を狙えば狙うほどあの移動に時間がかかります。あの普通にあのこうやってハンディカムで撮ってたり、あの運動会に使うようなカメラ撮ってたり、もうここからね、あの10分先のもうあの道行くまでスッと行けると思うじゃないですか。はい、あこれがね、まあそんな100人も行かないでもいいや、100人だともっと足りないのは、まあ、10人でも10人ぐらい、あのキャストが5人のスタッフ5人みたいなちっちゃな舞台で10人が移動して三脚持ってちょっと普通よりもいいカメラをやると、これがね10分の場所移動するのに平気で1時間とか1時間半はかかりますからね。これで撮影できないまま移動に時間で壊れて日が終わる暮れていくということが起こりますので、この場所っていうのは必ず決めましょう。どこで決める、でどの順番で撮れば一番効率的か考えましょう。はい。それから次カメラですね。でとにかくカメラはあの撮影ができるものと、あと大切なのは前も言いましたけど音です。あのマイクで収録する音をきれいに撮ってるのはこれプロ仕事なんでなかなか大変でございます。あの音をきれいに撮ってるのがなかなかできにくいことなんで、カメラをまあ どこか手にいいカメラ手に入れるのも同時にいいマイクロフォンがいい、まあ、いいマイクですね。これガンマイクというやつがありまして、これは映画用のマイクがいろいろ売ってます。これは結構お高いマイクだったりします。でこの辺をケチると音がボロボロになってえらいことになりますね。あとピンマイクというのはあのワイヤレスマイクもありますから、はい、その辺はまあ調べていただくと結構お高い値段だったりするの で最悪の場合ね、とりあえず明日映画通ってる時はもう最悪スマホがあればなんとかなります。私もあの映画でもしもカメラ壊れた時用にスマホないちっちゃなカメラ1台は用意するように。で最近はあのスマホがあるのでいいスマホさえ1台あればまあ最悪なんか撮って帰ることができるということで、それは用意するようにしてます。はい。この3つです。人、場所、カメラ、この3つさえあればあの明日撮影でもなんとかやります。はい、それでは安心してください。ではではこのコーナー終わります。ではチャップリンね、今日で終わりなんてちょっと寂しい気がします。まだ何かの機会がありましたよね。あのその映画ってやっぱりいっぱいあるし、うん、それからね、僕実は脚本書いてるんですけどね、チャップリン日本暗殺指令というのね、これをねシアターホームエンタートップの稲森誠さん、以前小読み映画館に愛を込めて演出していただいたんですけども、あの僕の脚本だったんですけども、はい、まあ、ちょっとチャップリンね、うん、日本に来た時にね、うん、実は兵隊さんから狙われたんですよ。これが実は515事件で、ね、犬飼剛が暗殺事件首相が暗殺された時ですよね。まあ、そうですで、本当もう一歩で殺害されるというその話をね、そうだったんですね、すごい。それをですね、まあ、ちょっと当時の映画女優、映画俳優のその逸話を元と、うん、それをプラスしてはるかなる希望の知恵戦というサブタイトルをつけて、うん、実はね、夏に今年の夏やる予定だと、コロナ騒ぎでね、稲森さんとエンタープはね、特に牛とトラとね、うんうん、それと大木みのる監督がね、脚本を書いても素晴らしいシャーロック・ホームズ、うんうんうん、あれを、やってますので、はい、もうその後ということは結局ね、来年のね5月15日あ、515事件、おー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 、お
これでやっちゃおうっていうねことになってます。ああ今度こそは無事にやってほしいなと思ってね。大丈夫です、大丈夫です、ねえやってますけどね。チャップリンの映画ちょっとね、あの見ていただけたらなというふうに思います。楽しみです、また紹介してくださいね、はい、はい、ありがとうございます。はい、まじまり深いトゥーソン、ほんとにしちゃって今日もおかめちゃん、おかめちゃん、初登場ですね。はい、あのあれですよね、色っぽかったでしょ。え、色っぽかったでしょ。いや、課外授業なかなか色っぽいね、うん、今まで一番いい、一番いい感じ、いい、いいいいと言ってもジャンドゴローよりよりジャンドゴローとサザエさんのちょっと中間みたいなサザエさんあ、いましたね来週もまた見てくださいねみたいなね。ごめん、サザエさん色っぽいんですよね。最近サザエさんね、夜になったらめちゃくちゃ色っぽいと思います。なんでしょうね、私小学生の頃サザエさんをあのアイドルとして見てましたからね。あだって若妻じゃないですか、24歳私、ね、私の子供ぐらいのね。あ、リアルに考えてみましょうよ。あでも疑問に思いましたね。お魚くわえたドラ猫を追いかけて、あれ猫から魚取り返して食べるんですか。あの時にね、僕あれをちょっと疑問に思ってて、まだ追いかけたって使えないですよね。ねえ、ダメだろうね。まああまり深く考えないですけど、サザエさんってこんなに引っ張ってしまった。またまた別のコーナー設けてね。なるほどね。はい。銀幕と映像の彼方から。そうですね。X94UO。これがもうずっと言ってますけど、これわからない人は。パソコンのキーボードを見てください。パソコンのキーボードをね、はい、来週もまた見てください。